中明けの一戦としてホームに神戸を迎えたゲームで3対0の勝利。前節のアウェー柏戦に続く大きな勝ち点3を手にしたのである。世代交代の真っ只中の川崎は四季8年目の鬼木立監督の下で勝利がどうしても続かない不安定な戦いを見せ、前節時点で6勝10分8敗、35得点、3号失点の14位。 合角圏の18位とは勝ち点4差と心配な状態に陥っていた。最も苦境に立たされても決してブレることのない指揮官の下、ボールを握り、魅惑的に攻めるサッカーを信条とするスタイルを貫き、43の3から4の231への微調整を経ながら、徐々に復調してきた印象だ。それが今回の連勝につながったと言えるだろう。チームとしてはまだ発展途上で、荒さは大いに残る。 最も楽しみな戦力が戻ってきたのも追い風である。一人は川崎の象徴である MF 大島良太で、もう一人が今季加入した左 SB の三浦颯太である。大島復帰の効果はここ数試合を見た人であるなら説明不要だろう。ダブルボランチの一角として絶妙なポジションを取り、相手と味方の位置を把握しながら、芸術的なトラップとパスでチームをコントロールする。 負傷期間が長かっただけに、まだ本調子ではないのだろうが、彼がいるといないでは、別のチームになってしまうかのような影響力がある。そして左サイドに推進力をもたらすのが三浦だ。甲府から今季加入した23歳は、序盤戦こそチームに新風を吹き込んでいたが、6節の横浜戦で先線離脱。自身初という長期のリハビリを経て、前節の柏戦でカムバックしたが、 今回の神戸戦を含めて2試合続けてのアシストをマークし彼が戻ってきてから連勝を果たしたところを見ると改めて持っている男と言えるだろう当の三浦は復帰後のチームの印象と大島とのコンビネーションをこう語る序盤戦と比べチームとして整理されているのはもちろんですしクオリティも高いただ長いランニングやダイナミックな動きなど犠牲のランニング は見ていて少ないとは感じていたので、そこは自分の動きでチームがうまく回ればと。大島とのプレーに関しては、ここって時の分かりやすい目線の配り方をしてくれますし、ボールの置き位置も今来るなと両太君はすごく分かりやすいので、自分も良い状態で受けられます。さらに、シーズンを通じて試行錯誤してきた CB コンビの佐々木旭、大南拓磨、CF 山田信らがたくましさを増し、 ここに従来の戦力である脇坂康と、家永昭弘、吉田健トラがうまく組み合わさり、チームとして好循環を生んでいる印象だ。さらにパリ五輪を戦い、神戸戦はメンバーに入らなかった CB 高井恒大も控える。家永昭弘も、初の連勝に対して、まだまだ足りないです。としつつ、今後へのポイントを聞くと、こう語る。競争しながら前に向かっていきたいですし、 試合はいろんな流れや状況だとか、その試合の90分間の流れがあると思うので、そういうところで見逃さずに、おそらく拮抗した試合に常になると思いますが、チームとしても個人としても掴んでいければ良いと思いますし、それを掴めるか掴めないかで、勝ち点を積み重ねられるかどうかだと思うので、これというものがあったら簡単なんですが、あんまりあるようでないので、感じながら掴みながら、瞬間に何ができるのか、 自分に問いいながらやりたいです神戸戦は相手が2人の退場者を出した背景もあった。そして神戸戦の前に鬼来立監督に今後の目標を聞けば、こう語ってくれていた。やはり狙えるタイトルのところはしっかり狙っていかないといけない。あとは自分たちが今置かれている現状から少しでも、選手に伝えているのは一個一個、勝ち点3を積み上げていこうと。 本当に難しい戦いにはなると思いますが、リーグに関しては特にここから残り全部勝っても勝ち点70なので、その数字が今年の試合数から考えると優勝ラインかと言われると少し難しいところがあるのかなと思いますが、自分たちが何か起こせるところへ行かなければいけないと思っています。勝ちち続けるるののは不可能だととも思わないいでですし自分たち次第と考えているので そういう意味で言うと、何位以内とか優勝とか、そういうことではなくて、やっぱりまずは目の前のことに勝ち続けようと。中断前から選手たちにはまず勝率を5分に持っていかなくてはいけないという話は伝えています。そこにたどり着いて、次の話ができると考えています。神戸戦の勝利で7勝10分8敗の12位。この順位に満足できるチームではない。 天皇杯はすでに敗退しているがルヴァンカップを残し秋口からは新フォーマットとなるアクルエリートも始まる予定だ。